船越製造文久2年8月8日は、幕末の長戸国新末藩出身の陽明学者、意味川主婦。号は豊浦山木彫り。別名は小出勝夫。豊浦郡岡枝村で、船越武士生の子として生まれる。藩校育英館で学んだ後、文政年間に諸国を誘学して、保足シ万里、広瀬丹僧の下で学んだ後に、長崎で蘭学と医学を学んだ。 さらに、江戸地まで足を伸ばした後、大津さらに京都で塾を開いて、尊老上位を論じた。海栄年間に上落した草加玄髄は、製造とあって、意気統合し、長州にいた市の吉田松陰に製造のことを知らせた。松影は、製造と手紙や著書をやり取りしているうちに、長州の有能な人間が京都で渦漏れていることを憂慮して、 長州藩に製造の登用を進言したが、安政の大国で、松影が処刑されたために実現しなかった。蔓、ま、延元年に、桜田門外の変後の正常不安により、故郷に戻って、長府藩に仕官して、津王国沢軍、宇田村に塾を開いた。平田鉄種門下で、文久2年、上京した鉄種嫡男平田のベガネに対し、長州藩内外の情勢、 とりわけ公開演略策を唱えた、長い我学の藩内での地位などについて報告している。同年、長州藩主、毛利高近の命で、藩公名輪官に召された製造は、萩城で、高近に歴史を講じた際に、朝廷を守るべき茎のみでありながら、鎌倉幕府に仕えた、大江広元を非難する論を述べた。だが、これに激行した長州藩士に毒を盛られ、基に、 ミネ群で倒れて急死したのである。明治24年14位を追贈された。ありがとうございます。